皆さんこんにちは、トミックです。ピアスってつけたことある？女性の方はピアスの穴を開けてる人が多いと思うんですよ。っていうのもイヤリングだとこう挟むから痛いでしょ。でもピアスは穴さえ開いてれば全然痛くないし、結構おしゃれに見えたりするんですよね。アクセサリーショップみたいなの行くと、ピアスって結構いろんな種類あるんだけど、イヤリングがね、あんまり種類ないんですよ。ちょいちょい前から気になることがあって、ピアスの穴って自分の体に穴を開けるわけじゃない。怖くね？って思ったわけですよ。さらに怖いのに、そのピアスの穴を安全ピンで開けてる人が若い子で多いらしい。俺が高校生の時ぐらいからもう安全ピンで穴を開ける人が多かったわけですよ。で、調べました。安全ピンで穴を開けたらどうなのかと。やばいっす。今回それを検証するビデオ。俺のチャンネル見てる人ってこう意外とね、女の人が多いわけですよ。やっぱこれからね、ピアス開けたいなとかさ、開けてみたいな、痛そうだなっていう人がいるわけですよ。でもね、安全ピンで開けてほしくないわけですよ。こういったピアッサーっていうもので開けた方がいいんですよ。それか病院で開けてもらうかなんですよね。じゃあなんで安全ピンで開けたらいけないのかっていうのを説明したいと思います。まず衛生面的によろしくないんですよ。で、安全ピンで開けたらまあどうなるのかと言いますと、まあ、感染症、普通のピアッサーでさえ感染するかもしれないのに、もう普通の言ったら安全ピンでやるわけですよ。まあやばいと。可能とか痒みとか肉芽とかトラブルが起きやすいんですよ。ちょっとこの動画ではまあ検証しにくいんですが、もう一つのトラブルとしてピアスの穴が汚くなるっていう風に書いてあったんですよ。まあ今回それを見てみようかなと思いまして、ピアッサーと安全ピンを用意しました。今回使う耳がですね、シリコンの耳を準備しました。これを使ってピアスを開けていきたいと思います。これ硬さがね、耳タブと同じなんですよ。この耳にピアッサーと安全ピン2つで穴を開けて、その直後で耳のピアスの穴の形を見ていきたいと思います。それじゃあこの耳にピアスを開けていきたいと思います。皆さん、ピアス自分で開けますか？そのピアッサーでね。俺のおすすめは、人に開けてもらうのが一番開けやすいんですよ。開けやすいというか、綺麗な穴ができる。で、なんでかっていうと、自分でやると結局こう躊躇しちゃうんだよね。ティ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 って言ってこう、ピアッサーでビュンってやるんだけど、針がさ、間の途中のところで止まるじゃん。で、うおーってなって、もう引き返せない。ブチ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 ってやるんだよ。もう本当にそれがね、嫌で。だからね、本当は人にやってもらうのが一番いい。ピアッサーっていうのは滅菌されてるんで、開けたらすぐ使うぐらいの勢いじゃないと、まずいね。これがピアッサーです。高校だったら、大学だったらピアス開けるんだっていう人にはぜひ見てほしいピアスの開け方ですよ。これ安いんで、ピアスさんは。これでね、1000円するかしないかぐらいなんですよ。で、安全ピンは100円200円なんですけど、安く済まして、謎のなんかリスクを負うか、ちゃんとピアスさんを買って、綺麗なピアスフォールを作るかね、人生変わってきますから。ね、男の人はね、もう25超えてピアスつける人って、まあ、いないと思うんですけど、男がピアスつけていいのは、よくて4ぐらいまでかなと思って、それ以上でつけてると結構痛いんで、男の人でピアスつけられるのも20代前半までなんですよ。っていう感じで見ていきましょう。ここの針はもう清潔な針なんで、絶対触らないようにしましょう。耳タブにつけましょう。今回シリコンなんで。軟骨もこれ、あれなんですよ。耳タブと同じ硬さなんで。ああ、大体初めての人って大体耳タブにつけるでしょ。消毒します。耳タブをね。消毒は絶対してあげてください。今ボールペンでやるんだけど、油性ペンで、やってください。開けたいところに、あのマークをつける。チューン。ここかな。え、つかねえ。あ、ついたついた。ここの針と、マークしたところを、かっちり合わせてください。こんな感じ。こんな感じにカッチリ合わせる。その友達に頼んだ方がいいっていうのは、こうピアス穴開けるときに耳タブに対してこうやって角度がね、こうずれたりするんですよ。ずれたりするんで、耳タブを引っ張りながら平行になるようになって、で、友達にやってもらうときはもう躊躇なくこうやって。押す。はい。そしたらね、気づいたらピアスついてると思うんで。こんな感じね。はい。どうですか皆さん。穴開き終わったらこっからよ。こっからまた新しいアルコール消毒液かなんかで耳の間、ここをちょっとグーって押してあげて、
ここ多分ちょっと血がねじわーって出たりするんで、こうやってこうやって拭いてあげる。オッケー、こうやってね、裏ね、これめっちゃあのかさぶたとか出るんで、こうやってこうやって消毒してあげる。オッケー、これでね、あの綺麗なピアスホールができるわけなんですが、安全ピやったことないんだよね。なんかその一説によると消しゴムを使うみたいな、消しゴムを使って開けるらしいですよ。どう開けるんだろうな、意外と刺さるもんだねはい、グイこんな感じで、安全ピンは刺さりました。こんな感じですね。マジであの消毒は絶対に怠らないでください。はっ、ピアスが来ました。ちゃんとアフターケアはね、怠らないようにしましょう。二つ買ったんだけども、ピアスさ、見たらわかると思うんだけど、一個長いんですよ。で、この長いのはなんかね、軟骨にも使えるタイプのピアスさ、気づいてる人もいると思うんだけども、あの安全ピンで開けると、ピアスの穴がね、ちっちゃいんですよ。ちっちゃいと、どうなるのかっていうと、ピアスの穴が塞がりやすいんですよね。すぐに塞がっちゃうし、おすすめはしないですね。穴がね、どれくらい綺麗で、ピアスの穴と比べてどう違うのかっていうのを見ていきます。一番上の階、これがあの長い方のピアッサーで開けた穴ですね。ピアッサーで開けた穴はすごく綺麗なんですよ。ピアス入れても全然問題なさそうな、これシリコンでやると分かりやすいぐらい綺麗なんだけど、穴なんかほら普通にピアスが入りそうな綺麗な穴じゃないですか。ピアッサーで開けた穴と比べると結構ねちっちゃいんですよね。わかる？皮で引っかかるんですよ。で、このね皮に引っかかるのが痛いんだよね。ピアスの穴の形状ですでにもう産みやすかったりするんですよ。プラス衛生面的な問題で、まあリスクが高いわけですよ、安全ピンっていうのは。もうこれわかりやすい。俺もうね10年前ぐらいにピアス開けてるんですけど、もうね塞がったかな。俺が今から安全ピンを耳につけます。あ、かっこよかったらかっこいいってコメントに書いてください。ダサかったらダサいって書いてください。さすがに10年前の穴には安全ピンは入りませんでした。それでもこのね、安全ピンで開けたらダメだなっていうのは伝わったと思うので、くれぐれも開けるときはピアッサーで開けましょう。ということで、このビデオ、これすごい良かったなと思ったら、絶対グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お悩み相談コーナー。俺のインスタの DM に来た匿名の相談を俺が答えるというコーナーでございます。見てるみんなもそのお悩みに対するコメントをすることによっていろんな意見が聞けるという視聴者参加型コーナー。今まで2カ所の病棟に勤めましたが、どこの病棟も気に入らないスタッフの目の前で悪口言ったり、体調悪くて休んだ人のことを責めたりなど、なんでこんなに看護師は性格悪いというかひねくれてる人が多いのかと思います。業務よりも人間関係でストレスがたまります。だから看護師は人手不足になっているのではないかと思う日々です。日記？え？いやそうだよ、看護師は人間関係でねストレス溜まるよ、人手不足になってるよ。でもそれもさ、避けられないことだよね。いやもうね、器が小さい人がね結構多いんすよ、看護師って。視野が狭い、器が狭い、なんかでもそういう人って頑固じゃん。で、頑固で自分の考えを変えなくて我が強いから、そこのね、わかる、病院の残り続けるんですよ。残り続けて、もう、あの、もう15年目、16年目みたいな、20年目みたいな、強そうな人いんじゃん。なんかさ、看護師の偉い人って、なんかこういうすげえ強そうな人いない？そういう人がね、生き残ってきた、もう、言ったらトップですよ。強い人のこう、トップが、ね、そういう、こういう強そうな人になるわけですよ。でも、それしょうがない。そういうね、職種だから。でも、いいところもある。だからそこはこう、職場を転々としてみて、あ、ここいい、みんないい人だなっていうところに落ち着かせた方がいいと思います。骨泳がしの状態で餌を食べさせたらどうなるのか見たいです。俺よりもね、そう見てる人たちの方が実はね、あのサイコパスとか強いから強え強え。考えたことなかったわ、その発想なかったし、俺は多分ねできないですね、その動画は。こうインスタライブで結構動画のリクエストをもらってあのやってるんですけど、いやマジで、いやこれはできんよっていうものがだいたい10個出てきたら6個ぐらいあるんで
そのよ残り4個の中の1個がこうみんなが見てる動画のネタになったりする。今回はこれくらいで、また次回も見てください。まだまだインスタの DM とコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。